こんにちは、マッキーワッツです。今日はですね、ショーアップカラーさんにお邪魔してます。はい、新色のね、究極レインボーっていうのがこの5月1日から発売されるっていうことで、前回のね動画の続きで今回ももうちょっとねその新色を詳しくやっていきたいと思います。じゃあ見てみますね。これ今ちょっとお外でね撮ってるんで、すごいギラギラして綺麗んですけど、今回はねショーアップさんの専門家の方にいろいろ質問していきたいと思います。ご紹介しましょう。神谷さんです。隠れてたんですか？すいません、すいません、忙しい。いいえ、すいません。はい、究極オーロラ。そうですね、ということなんですけど、レインボー、はいはい、レインボー、いよいよ販売開始します。はい、使ってみましたけどちょっとまだまだね研究が必要なんですけど、す今日は、はい、コツみたいなところを、そうですね、注意点とか、はい、教えてください。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに今、はい、この3種類あるんですけど、簡単にどう違い塗ったか。違いに、はい、とりあえずは、はい、これとこれで基本的には同じなんですけど、はい、これはポリカを塗る前に、まあ、プライマー処理をしている状態、はい、でこれプライマー処理なし。プライマー処理なし、はい、はい、でこれは究極レインボーの塗装回数を少なくしてます。少なく、はい、はい、それの違いですね。はい、あ、すいません、すいません、忙しいとか。いえいえ、すいません、すごいな。いえいえ、すいません。はい、あ、これ究極レインボー。そうそうそう、うわー、なんかということなんで、これはエグい。実演してもらえる。あ、いいですよ、全部。いや、もうほんますいません、はい、忙しいのに。ブースの方で、はい、じゃあ一つよろしくお願いします。はい、お願いします。さて皆さん、その前にショーアップさんにはいろんな塗料があるんで、ちょっとね面白い遊びをしてみたいと思います。はい、今回僕が塗ったこれ、はい、金谷さん、プロですよね。まあ、一応かじってます。はい、これ全部どの色使ったか分かる。分かるんじゃないですか。おっと、じゃあここに20色集めてもらってもいいですか。分かりました、お願いします。はい、了解です。スタート。はい、分かるんですかね。お、ちょっと考えてますよ。どうしよう、なんか間違えた色持ってきたら、なんか集めたら全部マキさん、あの、買っていただけるいいですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ただ間違えた罰ゲームが待ってますから。そうお、いいんかな、こんなん持ってきていいんかな。お、なんやろこれ、初めて見る。使ってないんですよ。混ぜてるとかってなしですか。いや、混ぜてないです今回は。これはちょっと怪しいかなとは思ってます。いいんですかね。はい、そうね。どうなんですかね。どうなんですかね。うん、お、プロですからね。オレンジが怪しいですよ。オレンジが迷うと。オレンジですか。2,4,6,8,12,14,16、あと2色や。でシルバーでしょ。シルバー入れてます。シルバー入れてない。あ、裏打ちのシルバーがあるんで、いいでしょ。はい、あと1色や。あと1色悩む。さあ、その最後の1色を持ってこれるかどうかですよね。これいや、でも分かると思うんですけどね。はい、あとね、一色ですわ。ちょっとね、さっき答えしましょうかね。ベースカラーはレイクブルー、ここのとこでしょ、縁、はい、でしょ、はいはいはい、オレンジでしょ、はい、フォレストグリーン、
サンシャインレッドで黒白ソウルグレー、ソウルグレーはここ、うん、ラインのとこ、わかりやすいですね、うん、はい。ベースは全部正解、トーチレッド正解、ファニー正解、オッティマゼンタっていうのはここのね、キャンディーのピンクのとこ綺麗ですよね。女受けがいいから塗ってるやつです。これ綺麗ですね。なんか最近、最近僕になんかね、女受けがいいとそういうこと言ってきますよね。はい、そうですよね。はい、やっぱこういうのって女性の方がやるとセンスがいいっていうか、ね、なんかかっこいいのができるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ挑戦してほしいなって思うんですけど。エストニアンブルーも正解ですね。ここの綺麗な色、これ綺麗くないですか、この水色。ビッチバイオレットも正解ですね、ここのね。ビッチ当てました。ビッチ当てました。これさすがですね。ビッチはね難しいです、濃さが、はい、濃さでね、そうですね、表情変わりますもんね、うん、ここのところ。あと一緒か、あれイエローも正解ですね、この辺ね、うん、グリーンでしょ、グリーンでしょ、このね使ってますよね。蛍光ピンクどこ使ってます、ミラーでしょ。あ、正解です、ミラー。これも蛍光ピンクですね、うん、ホテルマジョーラ、よく分かりました、うん、これ正解ですわ、ここのね、うん、マジョーラ綺麗でしょ、紫とか赤とか青とかキラキラあってね、今のさすがですね。ここのショーアップさんのマークが入ってますよ。で何、あ、そうそう、メッキのねリアルクローム、はい、目のところ、はい、あとリアので、なんすか、全然わかれへん。はい、これが新色の究極レインボー、ラベルがないんですけど、これですね、はい、キラ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 、何やと、あ、これ時間切れになるのかな、さあ罰ゲーム、視聴者プレゼントが待ってますかね。そんな色打ち合いました。もうじゃあ答え言いましょうか。いいですか。悔しいですか。いや、別に悔しくない。悔しがって、悔しがってください。いいですか。はい、いいです。ほんまにいいんですか。その分かりやすい、めっちゃ分かりやすいですよ。あと10秒待ちますよ。10、3、2、1。使いすぎたら分からへんですよ、でしょ、うん、でもさすがに19色までは大正解です、全部。はい、何すか、はい、時間切れです。ここのね、ここのブツブツがいてるんですよ、ほらブツブツ、オレンジのブツブツ、あー、なるほど、はい、そのオレンジのブツブツ、ほらここにブツブツがおるでしょ。今ちょっと何か言い訳してますじゃないから、ここずっとブツブツ、はい、これですね、正解、ありがとうございます、ネオモレンで20色でした。やった、プレゼントや、 ありがとうございます。これブーでしたよ。ありがとうございます。はい、恐縮でした。はい、ここね、蛍光のやつってね、はい、あのブラックライトで照らしたらめっちゃ光るんですよね。そう、めっちゃ面白いです。はい、結構人気がネオンシリーズは、はい、ラジコンボディのね、結構使わっていただいてます。発色がいいと思います、はいはい、さて、じゃあ究極レインボーなんですけど、いいですか、簡単になっちゃうと、はい、簡単でお願いします、はい、はい、まあ、初期中の初期の塗り方とか、はい、説明していきたいと思います、はいはいはい、じゃあすいませんけどお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあお願いします。なんか注意点とかありますか。とりあえずは、はい、ポリカボディとかの場合って、はい、まあ、皆さんそうやと思うんですけど、中性洗剤とかで、はい、よく洗ってもらって、はい、出汁だけ、はい、しっかりしてる出汁ね、はいはい、プライマー行くから大丈夫だろうと思うんですけど、はい、プライマー自体も弾いちゃうとつかないんで、はいはい、で、リアルクロームと、はい、スパッタークローム、究極レインボーって、まあ、大体同じような塗り方で、はい、塗る塗料なんですけど、注意点があって、リアルクロームとスパッタークロームはプライマー塗らないでください。うん、プライマー塗っちゃうと
あのどうしてもそのメッキ感を出す塗料なのでちょっとこの曇っちゃうんですよね、はいはい、だからちょっとそこは塗らないでね。でも究極レインボーの場合はそのメッキ感っていうのが全く関係ないんで、あのプライマー行ってもらって塗ってもらっても全然大丈夫。いや逆にプライマーなしでもあの十分くっつくんで、はい、いいのはいいんですけど、はい、まあ、あの安全牌でプライマー塗ってもらう方がいいかなと思います、はい、はい、すいません、はい、ほんまに薄くですね、はい、塗ってもらうだけですね。いやもう手首のスナップがプロですよね。ちゃんとしてください。あれで2回から3回ぐらい抜きでもらったら、はい、若干テカリがなくなるからね。そうですね、はいはいはい、よく振ってもらってアベルがないんですけどね、はいはい、これ究極レインボーなんで、うん、であのこれね、いきなりベチャッといっちゃったりするとこうやって食っちゃうとこう静電気とかがあったりとかすると、はい、ちょっとそれがムラになってしまったりとか、はい、あとはあのにじみやすかったりとかするので、はいはい、あの最初の 1,2 回は本当に保湿量を少なくしてもらって全体的にこう馴染ませてあげるイメージでシャーッと 2,3 回こういう角のとことか色入りにくくなっちゃうんで、いきなり塗っちゃうと角にもしっかり色が塗れるようにこう手拭きをしてあげる、霧拭きをしてあげる、霧拭きをすると、はい、そこからあとはまあまあ乾くの早いですよね。そう、今さーっていきましたけど、パパって1回塗ったら今塗ってすぐなので、はい、こう全体的に曇ってると思うんですよ、はい、でこれがこう溶剤が抜けて乾いてくるとこう分かります、光ってきてるのがキラッとしてますね、キラッとしてくるじゃないですか、はい、これがまあ乾いてきてるっていう合図なんで、はいはい、そうなってから重ねてあげる、はい、はい、でまた塗ったら少し乾かし て、はい、かしてこれを、はい、乾かさずにいっぺんでいっちゃうと、はい、やっぱちょっとポリカヒビ入っちゃったりとか、はい、あの塗料の密着が悪くなっちゃってこう当たった時にバーンってなった時に割れやすくなっちゃうので、そこは本当に薄くかっか重ねてもらう方がいい、はい、あとはもうお好みの回数まで塗ってもらう、はい、さっきのあれですね、薄くいくとちょっと黒い感じのそうになるし、はい、結構これ隠蔽いいですよね。いいです。白とか白とかシルバーみたいな、ね。だから黒とかで結構その黒く仕上げたいとき本当にほんまこのノリぐらいで、ね、薄くですか、ね、うん。いいね、はい。はい。この上になんか紫重ねて貼る人がいたんですけど、はい、ねこの裏に紫重ねてもほぼ見えない感じですね。見えないかもしれない。だからそういう時は本当に薄く仕上げてもらって。わざと透けさせてあげるような塗り方してもらうと、はい、もう少し紫が出るとね、見えるんだろうなぁ、さっき吹き方ですよね、裏落ちする前で今こう、はい、ね、ほぼ隠蔽がいい感じで、わもうこの時点でね、そうですね、キラキラということになってますよ、ね、はい、はい、今仕上げな感じですかね。申し上げます。
これで何回目ぐらいですか。これで6回目ぐらい。これで6回目。結構ガーっていきますね。はい、行きました。はい。裏はこんな感じで。はい、でこれが乾いてから裏打ちをし上げる。裏打ちを乾いてからすると。はい。はい。カネさん、これちなみに究極レインボーっていうのは、はい、お値段いくらなんですか。このサイズ、瓶サイズ、はい、ちょっと小さいサイズないんですけど、はい、今このサイズで3800円、はい、3800円、税抜きで、はい、はい、でこの 15mm っていうサイズで、はい、1600円、はい、になります。で塗れる範囲としては、例えばこのちっちゃい方で 50mm でしたっけ。ちっちゃい方でもラジコンボディで全面いこうと思ったらいけますよね。薄くですもんね、うん、と今このサイズ塗ったんですけど、はい、全然減ってない感じですよね。あのブラシいっぱいいってないぐらいなんで、ブラシいっぱいいってない感じですよね、はい、このカップにいっぱいいってないぐらいでこれぐらい塗れますよ、はい、ということですね、はい。で、裏打ち、はい、裏打ちするときは、はい、あのもう直接リアルブラック入れて、はい、塗ってもらっても全然いいんですけど、はい、あの裏打ちした後にマスキング巻いたりとかしたいときはちょっと剥がれる可能性が出てきたりもするんですよ、はい、あのちょっと塗り方がちょっとドライになってしまったりするとちょっと粉っぽくてちょっと剥がれちゃうっていう可能性もあるんで、そういうときはちょっとなんか心配だなっていう時はもう一回クイックプライマーをこの上から拭いちゃうと。そうです、はい、今ちなみにどっか端っこのガリってやってもらっていいですか。どんな感じなの。あ、これ今もう乾いてますか。ちょっとまだ乾ききってないんでちょっとまだ剥がれやすいけど、あ、まあ、でもこれ手で触っても全然取れへん。レベルはレベル詰め立てるとさすがにちょっと取れちゃうけど、これがマスキングの時に心配の時はプライマーを拭きます。まあでもマスキングして剥がれること結構テストしてるんですけど、はい、ないんで、はい、まあ基本的には問題ないんですけど、はい、まあより、はい、走らせてて剥がしたくないなとかちょっと防ぎたいなっていう時はこのフェイクプライマー塗ってあげて表面ちょっと溶かしてあげるような、はい、本当に軽くでいいんで、これだけでもプライマーの効果が得れるんで大丈夫。あとはリアルブラックを、はい、まあ、そんな希釈しなくていいんでちょっと濃いめでもいいんでそんなにつるっと仕上げる必要性ないから、はい、ちなみに今どれぐらい希釈にしました。今1日ぐらいですね。1日ぐらいですね。これは基本的には、まあ、僕はもう今日1日で行ってます。はい、あとははい、まあ、ちょっとぐらいつけてても多分ね、ですね、ライティングとかしなければ全然大丈夫なんで、はい、こういう形で、はい、でもう乾いた後は皆さん大好きな、はい、いっちゃいます。キラキラこれ、ね、超簡単、うん、こんな色ができますっていう、ね、はい、どうでしょう。いやいいですね。いろいろ使えそうです、うん、これに勝るレインボー多分今ないと思う。かかってこいと、かかってこいと、はい、いいですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと僕個人的にはね、はい、ウィンドウのとこよく文字作るんですけど、はいはいはい、あれみたいに、はい、あれやったら超綺麗ですけどね、うん、まあ、裏の時はね、裏から塗る時は同じような形でしてます、はい、表からの時とかって今のこうリアルブラック使ったんですけど、はい、これって基本的にこうこれ塗ってもらったやつ見たら分かると思うんですけど、こう艶がそんなに出ない黒なんですよ、はい、でそのウィンドウとかを表からこうリアル究極レインボーを使ってやりたいときはこっちの
ハイパークロームエイジー用のベースカラーブラックってやつがあるんですよ、はい、これは同じ黒なんですけど、はい、あの光沢で仕上がるタイプ、はい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 、で基本光沢で仕上がったものの上に究極レインボーとかリアルクローム塗ってもらった方が、はい、よりピカッとするんですよね、はい、だからこっち側のツヤが出るタイプを使ってくれる、はいはいこれポリカは大丈夫ですよね。ポリカ大丈夫です、はいはい、これももう1液型なんで液型あの2液型みたいにこうパーンとかっていう割れたりとかないんで、はいはい、大丈夫です、はい、なるほど、はい、はい、じゃあ師匠ありがとうございました。いやいや忙しいところすいません。すいません。じゃあレインボーこれからもね、はい、楽しみにして、はい、ちなみになんか今、はい考えてる何か新しいネタとかあるんですか。新しいネタですか。言えませんよ。言えないですよね。じゃあ、はい、皆さんじゃあ今後ね楽しみにしていきたいと思います、はい、またねどうせ面白いやついっぱい出してくると思うんで、はい、じゃあ期待しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さあ勉強になりましたね。じゃあね帰りにもう一方ね究極レインボーを使って塗装した方がいるのでそちらの方を訪ねてみたいと思います。さてショーアップさんから移動してきました。以前にもねご紹介したことがあるんですけどペイントのね超達人がいてて、はい、今回ねその究極レインボー使い張ったっていう情報が入ってきたんで行ってみたいと思います。はい、 S ショップデザインさん、はい、ここがアジトなんでねちょっと行ってみたいと思いますよ。はあ、こんな感じでペイントしてあるんですね。じゃあ行ってみましょう。お邪魔します。あれこんにちは。こんにちは。ワッキーさんや。こんにちは。どうもすいません。お久しぶりに世界のワッキーさん。いや何もしません。あ、マッキーさんか。すいません、お忙しいところです。ソーシャルディスタンスで。ソーシャルディスタンスで行きます。あの、はい、ただろ。あ、消毒、はい、まず消毒ですね。消毒しますね。はい、めちゃ相変わらずやな。なんかすいません忙しいまで。で、どうしたの今日。いや実は、うん、今またショーアップさんの、はい、あの新色の、はい、究極レインボー。ああ、はい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 、はい、いろんな使い方してるっていう。はい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 。で先生がねまた面白い使い方してはるっていう噂を聞きつけたんで来ちゃいました。どの噂なんやだな。お願いします。こっち悪いな。見してもらってもいいですか。いや、だけどそんな大したもんじゃないですよ。いやいやいや、知ってますよ。うちがテストで塗らしても、実はね、まあそこにあるまだ白いシェルなんですけど。これですね。うん、はい、そのヘルメットにね、はい、ちょっとギラギラっとした帯を塗ってほしいっていう、ちょっとそういうタイミングだったので、はい、まあそいつにはチャレンジしようかなと思うんだけど、ねえ、もういきなりって怖いから、はいはい、なんかでね、はい、っていう、まあ、しょうもないもんやけど、なんか これをこれはこれなんや、あの電子タバコみたいなですね、のケースですね。まあなんか最新か知らんけど、はい、うん、これ見てみてもいいですか。うん、それをねちょっとピペット塗ってみたんよ。はい、あ、なるほど、説明書。そう、これいらん。これいらん。じゃじゃん。だだん。おっと、ほら。こういうね、すげえ。よっこいしょ。はい。これがね。うん。それがね。さっき見てきた。ちょっと今稽古灯の下だから外でギャーっと今太陽光で見てもらってもいいと思いますけど。いや、結構十分。カメラの性能がいいんで。あ、なるほど。すいません。いいですね。はい。これちょっと、そうそう、はい、なんかギラギラってした入ってますよね。ほら、あのね、今回はベースコートにブラックを塗って、はい、その上にこの究極レインボーをかけてるんですけど、はい、僕も天の色なんで、はい、その中に
なんだったっけ、あ、これこのクロノスのホワイトをちょっと足したと、ちょちょちょん、はいはい、混ぜてるんですよ。こんな感じにアレンジしましたよと、うん、ちょっと光の加減でギラッとするようにねっていう、はい、上品にっていう、はい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 、すごい、なんかちょっとした工夫でいろいろ使えます。そうそう、だから、うん、そこはまあもう自己責任かもしれないけど、うん、そういった使い方もねっていう、いや面白いですよね、うん、そうすればどん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 幅も広がるし、他さんとはちょっと違うラジコンボディで、はあ、ご機嫌にギュンとドリフトできるよとか、はあ、ね、ラジコンボディはバックコートなんで、はい、そうなんですよね、うん、だからそこがそのポリカとの相性とかいうのもありますけどね、はあ、いや面白い、うん、だけどちょっとしたアイデアで、はいはい、うん、こういったね、こう付加価値のこういった素材がね、はい、何十何百何千の、ね、まあ、広がると無限にアレンジができます。あとはアイデア、はい、ペインターさんのアイデアやと思いますよ、はい、いやいや、ありがとうございます。いいもん見せてもらいました、これ、うん、え、ちなみにこういうの何でも、これちょっとね、前回もいろいろ何も変わってないです。コロナで自粛の時に作り出したやつが1年越しやん、まだこの状態やん。これはマゼラン、これはね、マゼラン、シュワップのね、うん、はい、マジョーラン、いやとか、ヘルメット、ヘルメットよく見ます。もうヘルメット祭りやからね、はい、それとね、うん、それとね、僕 SNS でずっと見とったこれ、これこれこれが、てこれプロのラップ塗装ですよと。いや、そんなんもチャレンジしたらいいと思うよ。めっちゃ面白いですこれ、うん、バックコートでも綺麗、そういうのはできるテクニックやと思います、ね、はい、そんなね、ちょっと勉強ですね、うん、すごい、ちょっとラップでもここグラデーションでグリーンから黄色になってたり、そこ発想がキャンディーの色を変えたら、はい、もうねっていう発想が、そんなも同じコンボディに展開しても面白いかなと思いますよ、はい、天才ですよね。いやいやいや、もうそのぐらいしかもうネタがない、いや、もう今の若手のペインターにはもう、ああ昭和なデザインやねっていう、この間も言われましたから。そうなんですか、うん、そんなことないでしょ、昭和のにはプンプンですよ、ミッショップさん言われましたよ。わしの目の白いうちは言うて頑張ってもらわんと、はい、うん、まあそんなんで、はい、いや良かったです、ありがとうございます。そろそろ阪神が始まるから、はい、もう帰りたいから、はい、このぐらいでいい、まあ知らんけど、すいません、いろいろ忙しいとか、ありがとうございます。いません、いつもありがとうございます。またよろしくお願いします、ね、はい、ね、はい、参考になれば、はい、いつでもどうぞ。すいません、いつもありがとうございます。ありがとうございます。います、忙しいのにお邪魔してしちゃいました、すいません。さあ今日は阪神勝つぞ。ありがとうございます。勝つぞ、ありがとうございます。勝つぞ。